量子力学っていうね、アインシュタインの考えですね。あの世界の中でね、お前のここの手のひらの中にある手のひらの中にある細胞っていうちっちゃな人間を作る組織の漂ってる海と、このお前が住んでる宇宙っていう組織は何らかはあったとして、ある意味この手のひらの中にお前が言われる人間系、太陽系っていう宇宙があると、なんかね、宇宙の物理学の入り口をそういう風にね、ゆっくりね、父が紐解いてくれたんだよ。膝に乗っけてね、いろんな感じしてすごいしてみようっていう。まだね、女の子紹介しようかって怒るからさ、言わないけどさ、ほっといてください。まあ、手痛いよね。